ピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、たとえ高い壁に押し返されようとも自らのスイッチを押せば越えられるっていうコースなんですけど、クリア率は 3.57%、 意外と高いよね。ただサムネを見てください。ゴールポールにバネが積み上げられて、その上にブロックが1個あるだけなんですよね。これをどうやってクリアするのか、それじゃあ早速やっていきましょう。多分ね、バネに登っていけばいい感じじゃないのかな。パスじゃんっていうのかな。もうわかりました。これさ、 P を投げて P ジャンして上に登る感じでしょ。これはもう簡単だね。いきます。ほっほっ。地味に難しい。これ地味に難しいよ。なんか最速クリアの人2秒ぐらいでいったけど、すごくない？下から4番目のバネに P を当ててジャンプするぐらいが良さそうだね。いくよ。違うんだって。いや違うんだって。ちょっともう一回やっていってみるね。これを投げて跳ね返ってきたところをジャンプして踏むんだけど、それむずくない？あ、これ置けばいいのかな。ほらほら、置けばいいっぽい。置いてバネに跳ね返させて踏む感じでしょ。それでいってみよう。置く、そしてジャンプ。いや、これでいけると思うね、きっと。ここ、いやあとちょっと。よし、それじゃあ次こそ行こう。このバネをしっかり置いてジャンプ。あれ？なんかすごいことになったけど、これ正規の生き方じゃないよね。マリオタイム。え、なにこれ、あんなぶっ壊し方あんの？ちょっと違うよね。なんでもう一回ちょっとスタートからやり直していいかな。こんなの正規の生き方じゃない。ずる技でしょあれ。よし、それじゃあやり直しますけど、さっきの生き方はちょっと絶対違うと思うんだよね。多分この生き方で合ってると思うんだけど、これいけんのかな。なんかバネで戻ってゴールできないんだよね。っていうことはやっぱ P を投げてそのままジャンプしていく感じかな。ここ、よっしゃ。あれ惜しい。もうちょっとだったね。もう黙っていいかな。これでクリアできんかったら黙ります。その黙る前にクリアしたい。頼む、これでクリアさせて。くっ、にゃこれが正規の生き方だよね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース。この方のトロールコースをするのは久しぶりなんですけど、なんとこの方韓国のですね、心理学者らしいんですよ。その心理学者の方が作ったトロールコース、今回はやっていきたいと思います。なんちゃらかんちゃら Where shall I go トロール、私はどこに向かっているんでしょうか。こっちが聞きたいですね。そんなのこっちが聞きたいですね。うわ、今回デカマリオのママゴールっていう、トロールにしては珍しくゴール条件がついてます。さて、今回初見殺しはあるんでしょうか。もう初見殺ししかない感じだかも。もうどっから出てきたその魚。それじゃあここは開幕右に避けておけばいい感じだね。きっとこれで大丈夫。そしてリンクを取って右に行けばいい感じかな。もうそこしかないんで、ジャンプ、ここで合ってる。来ました。これ爆弾でブロックを壊して、あのキノコを取ろうか。右下にあるキノコ取ります。そう、これで大丈夫。いやー頼む、助けて。それじゃあ、あのキノコ取ったらダメだったね。なんでこのまま上を通っていこう。そしてこのファイヤーフラワーは取っていっていいよね。きっと取っていっていいはず。そのままジャンプ、そしてクリボーを倒して、なんで倒せないの。それじゃあここはこのまま普通にジャンプして良さそうだね。そんで何もしない、その状態で鍵ドアに入るんだけど、チビでよかったのかな。キノコがいる感じ、あ、いらない感じっぽいね。どうせここで、うわー、あぶね、うそ。右の雲を釣り抜けていく感じだね。じゃあここは鍵道に入ってすぐ右上に行こう。ここで大丈夫、そういう感じだったね。さあ、ドクロキノコか、上、合ってる合ってるって、そのままドクロキノコ行こう。そしてドクロキノコじゃねえ、ドクロコースターだね。うわ、このパウブロックはどういう感じだろう。ドッスに襲ってこさせておいてパウを発動させる感じだね。さあ来い、右のドッスンをパックンで破壊させておいて今なんて言った、めちゃくちゃだったね。っていうかドッスンいないで、
あ、わかった。左のあのオンオフ、ボムヘッドコロのオンオフを叩いてないからドッスいなかったのかな。そういえば最近コメントでね、日本語不自由系 YouTuber って来たのに、その通りだなと思ってじゃあここは一旦オンオフをしてすぐ右上に行こう。そしてドッスを出させておく感じでしょ。で、パウを破壊させてもらった瞬間すぐ右に行く。これでいける感じか。うまいな作り方、さすが心理学者だね。じゃあここはすぐ右上、多分合ってる。嘘、え、登れたのに今度は下れないの。あ、じゃあこのドア入って何もしないが正解かな。何もしないで見るね一旦。それでいけんのかな。あ、これでいけるんだ。そして上に行ってこの土管に入っていこう。さあ次はどんな感じなんでしょう。ここで待っておけばいい感じ。パウ、右に行ったらダメってことだよね。そして一旦パウが出て右、この場所に置いておこう。で右にダッシュもうバネが出てくるのとか怖いんだよね、土管から。もうこれはやられたパターンだね。どういう感じだろう。これ一番最初の画面じゃない。その下に P があるから、その P スイッチを踏めっていう感じかな。ちょっと戻ってみよう。このドアから戻れる感じか。それじゃあ最初に戻ってきたんですけど、ここに P スイッチがあるっていう感じでしょう。あれ？ P スイッチ出てくんのかな。下に降りる感じ。ヒップドロップしていってみる。こう意味わかんねえ。あ、わかった。ここ P スイッチを踏んで戻ってくる感じか。いや、それじゃあここでね、 P スイッチが押されると思うんだけど、戻れなくないマジで戻れないんだよね。どうしよう。このまま先に進んでここで一旦戻ってみる。いやでもね、さっきのドアのところはね、もう入れないと思うんだよね。あ、なんかボムが降ってきた。なるほど、こっから右上に行くパターンだね。これで合ってるのか、どうなんだ。いや、合ってるっぽい。何も降ってこなかったね。よしよしよし、こっちで正解っぽい。さてここで左のキノコを取らなきゃいけないと思うんですけど、取らんで行ってみる。うわ、先見えねえな。ちょっとこのまま行ってみよう。いやいや下行ってみる。どっちだろう。いや、右しかない、こっちしかないんだ、頼む。なんで何もないのよじゃあここ右下行きます。ここに行ったらキノコが降ってくる、そういう感じでしょ。ナイス。でこのままさ、下に行けばいい感じとか、そういう感じじゃないのかな。こう、あー、そういう感じではなかったね。じゃあこのまんま右下に行ける感じだね。オッケーオッケー、こっちの土管が正解っぽいね。でここで上かな上しかないよね。下には入っても意味ないと思うし、もうさらにこっちの下に行けって感じか。なんかそんな予感はしたんだよね。いや、さっきあったじゃん、ドッスンのところで。よし、それじゃあここはパウブロックの下だったね。このドッスンにパウを破壊させてこの土管に入ります。ご苦労させやがって、本当に心理学者かなんだかわかんないんですけど。じゃあ僕はトロールコースの管理学者にでもなろうかな。じゃあ僕はトロールコースの管理学者にでもなろうかな。あら、これゴールじゃないの。ほら、下ゴールあるよね。今日短かったね。じゃあここはファイヤー取ろう。こっちが正解でしょ。ほら来た、ありがてこれでゴールできるっていう感じだね。テレレティーティーティレレティーティーティレレティーティレレティー。それでは今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン。じゃあここ左で良かったのかな。素直にさ、この左のキノコ取って良かったのかな。それともこの辺で出てくるみたいな。え、違うね。じゃあ左のキノコ取ります。ここで合ってんのかな、どうなんだろう分かった、ゴールの仕方。ここ真ん中に追っておけばいいんだ。ここに追っておけばゴールできる、そういう感じでしょ。
ありがとう。はい、それじゃあ今日のね動画ちょっと短すぎたんで、あと1個だけやっていきたいと思います。どうかわすマグナムキラーの群れ。これね、たくさんのマグナムキラーが襲いかかってくるようなコースだと思うんですよ。ただそれをどうやって避けきるのか、まあ、クリア率はね 5% ちょいぐらいだからそんなに難しくない。これ一発でいきます。一発でいかなかったらもうマリオメーカーやめる。さあこれねんねんねもうやめていいですか。でももう分かったよ、ここに追っておけば大丈夫だね。うん、そして踏んで実は今日体調不良なんだよね。まあそれは冗談ですけど、すぐ右へ行くでしょ。でこっから踏む、でここでも踏めばもうゴールっていう感じだね。いや楽勝だね。あれ、何度目かの正直。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。